たよーちゃーん。よいしょ、いっちゃうよ。よいしょ。じゃあ、かっちゃんこつないだからね、並び行こうか。今日はね、重たいコンテナ返していくからね。したらこのね、中央陸橋の下、ブリーンって U ターンするからね。よいしょ。お、なんかパンツってよ。なんか袋踏んじゃったね。パンツってよ。よいしょ。オーライ。よいしょ。ここね、余裕ぶっこいてる。何気に狭いから。よいしょ。よいしょ。雨降ってきちゃった、ほら。ねえ、雨。雨降ってきちゃった。よいしょ。じゃあもう、奥までビヨーンって行っちゃおうか。よいしょ。重たいね。中身入ってるから当たり前なんだけどね。改めておぱようちゃん、今ね、ほら並んだよ。開いて見なくていいか。今日はちょっとね、珍しくためになる話をしようと思います。朝ほら今撮ったけどさ、ガッチャンコつないでしょ。でちょっとね、これね、あのね、危ないことがあるからね。これちょっと今絵描いてみたの、見てみて。とさ、見える見える。これさ、これね、これクオンちゃんの頭でさ、このほら後ろのさ、ここなんていうの、この半月板のなんかさ、こう切り欠きがあってさ、ここにね、このトレーラーのこっち側にコンテナ側のシャーシにさ、ピンって言って、こうほんとちっちゃいピンがピョンって出てるんだよね。これが、ここにさ、こうビューってきて、ガッチャンコってつながるんだけど、これね、その時にこのロックがかかるんだよね、ガチャンってさ。だからほら、つなぐ時、ガッチャンって音がするでしょう。で、ここにね、この、これがロックを解除する、これ棒。だから、切り離す時は、足ぐるぐる出してさ、あのホースバチンバチンって切って、このロックをこうガチャンって外すと、このね、前にピンがついてて、これがね、ビョンって前に飛び出るんだよね。そう、ビョンって、そうするとロック解除されて、あのバチンって切れるんだけど、繋ぐときは逆にこの飛び出たピンがガチャンってロックされると、このピンがガチャンって奥に入るんだよね。そうで、よくほらシャクルって言うんだけどさ、こう繋いだ時にロックされたのを確認するためにさ、そう、ほら、ガチャンって繋がった状態で、こう、グイングインって引っ張るとさ、ほら、後ろはブレーキかかってて、前だけ引っ張ると、こう、ヘッドがこう持ち上がるようにさ、こう、バインバインってさ、ロックかかったのを確認するんだけど、で、俺も必ず繋いだ時と発進する前に、こう、ほら、しゃくりっていうのをやるんだけどさ、でもね、これちょっと実は怖くてさ、あの空っぽとかシャーシュだったら軽いからいいんだけど、ほら、身入りのコンテナ、今日のコンテナもそうだけど、重たいやつってさ、ここの部分になんかすごいほら重さがかかるからなのか、ロックが仮にちゃんとかかってなくてもさ、しゃくれちゃうんだよね、バインバインってさ。あ、大丈夫と思って。そうで、俺も過去に何回かあって、それこそ昨日もあったんだけど、なんかでもね、あの、まあ、わかるっちゃわかるんだよ。こう、ドアで言うと、ハンドアみたいにさ、ちゃんとかかるときはガッチャンってなるんだけど、たまにそれが、
カチャンみたいな、なんかハンドアっぽい感じ、あれなんかちゃんと入ってないかなって。でもこうバックで押し込むとさ、でも入ってるっぽいんだよね。でしゃくるとこうバインバインってしゃくれるんだよね。あ、大丈夫じゃんって思うんだけど、昨日がまさにそれだったんだけど、いやでもちょっとやばいなっつって、こうピンをちゃんと目視してみると、やっぱりピンがこうちょっとこう浮き上がってるんだよね。あ、これロックかかってないじゃんっつって、そうもう一回つなぎ直してっていう。そうだからね、まあ俺もほらピンちゃんとさ、ね、教えられたからこう見るようにしてたけど、やっぱこう忙しい時とかさ、バタバタしたりとか、やっぱほらちょっとうっかり見なかったりとかっていう時もね、ほら、ま、何回もつなぎ変えるからさ、あるんだけどさ、昨日だから別にヒヤリしたわけじゃないし、すぐ気づいたし確認もしたけど、まあ、改めてね、あのここのピンがちゃんとロックされてること、しゃくりももちろんそうだけど、しなきゃするのが大事かなって思ったっていう話ね。わかるこの絵ね。そう、しゃくりって言ってさ、これトレーラー独特だよね。この前が引っ張って、あの重荷物が重たい時、発進する時もそうだけどさ、アクセルグワって踏んじゃうと、ほら前だけバインって進もうとして、でも後ろが重くて動かないからさ、頭がボヨンボヨンってなるんだよね。でコーヒーとか全部ぶつ散らかるみたいなそう、しゃくるって言うんだけどさ、ね、上り坂と発進とかよくなるね。上り坂の発進とか重いからギアを低くするでしょう、2速とか1速とかさ。そうそうすると後ろが重くて、ほら下がろうと、坂道下がろうとしてるのに前だけビョーンっていくからさ、バイーンって前だけ浮き上がって進まないっていうね。そう、まあそれはいいとして、だからね、しゃくるだけじゃ危ないから、ちゃんとやっぱりね、このピンのね確認しましょうっていう、改めて再確認。そうで、まあもう一個ありがちなのが、これまあ他のトレーラー YouTuber さんも言ってるってことは思うんだけど、こうヘッドがさ、こう横から見るよ、こんな感じであってさ、ここに、あ、逆か、このこれがね、これこうなってるんだけど、このね、コンテナ側ね、このさ、ヘッド側の高さとこのコンテナ側の高さがさ、やっぱ違うことがあって、これなんかやっぱ、ほら、メーカーとかさ、あのね、ほら、イスズとか、クオンちゃんとか、あの、ね、いろいろほらあるでしょ、ボルボとかさ、多分トラックによってとかによって、ここの高さが違うらしいんだよね。だから、この切った時に前の人が誰の切ったかわかんないけどさ、このピンの高さとこのカプラーのここの高さが合わないことがあって、こっち側のほら低い分にはさ、こうグイッと押し込めばさ、ガチャーンってこう乗り上げるように引っかかるんだけど、たまにね、俺も今はもうないけどさ、前やっちゃったことあるんだけど、通称スカピンって言ってさ、こんな感じ、こんな感じで、ほらこのね、シャーシ側の方が高いとさ、このまんまバックしてもさ、ほらピンがビョンって通り過ぎて、この前とかに引っかかっちゃうんだよね。この前側に、このカプラーの上を通り越しちゃって前側に引っかかっちゃう。これがね、もう非常に厄介、ね、で一回俺もそれでぶつけちゃったことあるんだけど、あの20とかだとこう後ろに下がりすぎてぶつかっちゃったことあって、なんかレンズかなんか割れたのかなね。そういうものやら方だし、何もなくてもこれ前に引っかかっちゃうとさ、またこれ撮るのが大変なんだよねそう、でもまだ気づけばいいんだけど、これなんか1ヶ月ぐらい前かな、あのほら同じこの辺で開墾やってるファンキーユムさんっているんだけど、ユムさんの動画でも言ってたけど、まあ、ちょっと横浜の開墾のサーシプールでさ、とある運転手さんがこんな感じで同じようにこうピンがガチャンってここの穴にロックされたんじゃなくて、この前の方に引っかかったかなんか下っぽくて、で当然ほらこう、まあわかる、それかもしかしたらこのロックがされてない状態だったのかな、詳しくわかんないけど、まあ
とにかくロックされてないんだけど、こうほら、夜帰ってきたかなんかして、つなぎ替えて、ガチャンってつないで、まあ、急いでたのかな、そう、グイングイン作って大丈夫っつって、出たらしいんだけど、それもなんか見入れのコンテナで、で、こう、シャーシプールこう引っ張り出して、こう、出発した瞬間に、その、曲がった時かなんかに、このピンが、結局はまってなかったから外れちゃって、で、ほら、コンテナ重いもね、20トンとか、ね、25トンとかあるから、重さで、こう、外れた拍子にヘッドがビョーンってこう前に飛び出しちゃって、でほらシャーシプール狭いから違うコンテナに突っ込んじゃったらしくて、その運転手さんねちょっと残念ながらねお亡くなりになっちゃったらしいんだけど、そうだ、そういう事故もだからあり得るんだよね。そうで、まあそれもほらちょっとね珍しい事例っていうかさ、そうでもよく聞くのはその外れちゃうとヘッド飛んでくよっていうのは俺も前から先輩とかからも聞いててさ、そう、うん、だからそうね気をつけなきゃいけないなって。でその方はほらシャーシプールでちょっとね残念なことになっちゃったけどさ、仮にこれがね外れなくて公道とかで外れちゃったらまたこれ大変だよね。これ万が一ねカーブとか曲がるときにさボヨーンと外れてさ隣の車なんか押しつぶしちゃったらね、もうすごい悲惨な事故になっちゃうし、コンテナ落とすのってなんかすごい重大事故なんだよ、なんかね。そう、俺も詳しくわかんないけど。そう。だからね。気をつけよう。あ、そう、だからね、なんでこれ思ったかって。そのファンキーユミさんの事例もそうだし、あとね、もう一個がね、これも2週間ぐらい前かな、九州の方のさ、T チャンネルさんって、ちょうど多分トレーラー乗った時期も、YouTube 始めた時期も、ちょうどほんと同期ぐらいの、九州のトレーラーのおっちゃんがいて、T チャンネルさん面白いんだけどさそう、その人もねつい2週間ぐらい前にそれこそ落っこちちゃったらしいんだよね。そう、その人はほんとやっぱり多分そうなんだよ、そのロックがかかってない中、それはなんかまた原因がいろいろ他にもあって、なんかそうボルボ乗り換えて、なんかボルボ独特のまあそのやっぱ乗り換えて慣れてなかったから独特のなんか原因もあったらしいんだけど、まあでもそれも極端に言うとこのピンがちゃんとロックされてるのを目視で確認してれば、まあある意味防げた事故。そう、結局ロックがちゃんとかかってないのにかかってるつもりでいて発進したらガチャーンってこうコンテナが落っこっちゃったっていうさ。そうだからね、まあほらウィングのトレーラーマイマイさんとか伊藤さんとかさ、ああいうウィングトレーラーの乗ってる方、まあ決まった車種をずっと引っ張ってる方はね、車検時とか点検時ぐらいしか切らないからさ、あれだけど、特に開墾だったり、まあ T チャンネルさんなんかもそうだけど、開墾じゃなくても、ほらいろんな車種ね、繋ぎ替えて引っ張るところとかはさ、やっぱこういうね、事故のリスクが当然高まるから、ね、ちゃんと確認しなきゃダメだなって思った話。やべえ。めちゃくちゃためになる話しちゃったんだけど、どうしよう。ね。高評価10万ぐらいついたらどうしよう。ね。恥ずかしい。でも逆に、バットが1万ぐらいついたらどうしよう。もう、怖くて、動画プシッって消すからね。じゃあ、難しい話は終わり。昨日買ってきた清水屋さんとか、どら焼き、ほら、あ、どら焼きじゃないクリームパン、これ美味しいんだよ、ほらすごいもちもちなの。なんかね、あ、そう、チーズレモンだって。チーズレモンとかさ美味しいに決まってんじゃんね。だからまあもちろん皆さん少なくとも俺よりはしっかりしてるだろうけど、まあでも俺みたいにほらまだ乗りたての人とかさ、1年目2年目の人とかさ、よくほら慣れてきた頃にやらかすっていうけどさ、だからこういうのね、事故がね起きてからじゃ遅いからさね、改めてそういう確認作業、まあ、結構開墾ならではの事故って多くて、そのほら、
こういうピンの問題もあるし、あとありがちなのがその足を出してないで切っちゃうとかね、あとホースを切っちゃうとかさ。そう、俺もとりあえず一通りそういう、まあ幸いほら大きい交通事故とかさ、あの路上で車他の車にぶつかったとかはないけどさ、そういうホースぶち切ったり、さっき言ったようにシャーシで自爆にぶつけたりさ、なんかそういうちっちゃいな、俺も一通りやらかしてきてね。そう、学んで今焦ってやらないようにちゃんと指差し故障つのね、こうね、ロックよし、足 OK ね、ホース OK っつってさ、うん、ね、ガチャンしたらピン、ロックか OK ね。そう、まあでもなんかそういう地味な点検っていうのがやっぱ大事なんじゃないかなって。もちろん乗るときはほらね、ぐるっとシャーシを一周してさ、こうタイヤね、パンクして空気抜けてるのないかなとか、溝が剥がれてるのないかなとか、ね、ちゃんと電気ね、テールランプとかブレーキランプとか同じかね、ウインカーついてるかなとかさ。そう、でほら俺たまに出すけど、玉交換とかあのぐらいだったらほら自分らでやっちゃうけどさ、それ以外のただ玉交換だけならいいけど、ほら接触不良とかさ、なんかちょっとおかしいやつとかはね、あのすぐ整備屋さん持ってってみてもらってさ、ドチャンって直してもらうからさ、うん、ね、こんな感じ。じゃあ今日は校内でバタバタして、後からだと取れなそうだから朝のうちに取っといた、終わり。ね、じゃあ今日はもうこの動画これで終わりにしよう。だってめっちゃほら15分も喋っちゃったよ、どうしてくれんの。ね、とってもためになる動画だったということで、じゃあとりあえずこれで終わりで、後で撮れたらバックとか撮れたら撮ってピチョンってくっつけるからね。撮れなかったらこれで終わり、ごめん。お疲れちゃん、またね。今日のバックボーナストラックね。終わりー。お疲れちゃん。また明日ね。バイチャ。